始めます。12時半になりました。7月9日、猫カフェアスタマニャーニャ。今日はですね、大きな災害に遭われた人々にお見舞いを申し上げますという形のタイトルで始めさせていただきます。普段はですね、のんきな、チャンネルで、大した価値もないどうでもいいことを、毎日話しているわけですが、さすがに今日はですね、もう100人近くの方が亡くなられてます。80何人っていうことですよね。これは大変なことになりました。亡くなられた方にはご冥福をという、まあ、ありきたりな言葉しか言えませんけれども、気持ちをお送りします。三崎かわいさん、こんにちは。いらっしゃいませ。風太郎さん、こんにちは。ちょっと冒頭、出だしのところでマイクを出し忘れていたので、ガチャガチャっと音がしたかと思いますが、失礼いたしました。七松本さん、こんにちは。シータンさん、皆様こんにちは。西日本、四国、九州の方、災害が大丈夫でしたか。被災された方にはお見舞い申し上げますということです。こちらをね、お聞きの、見るですか、聞くですか、方に関しては、その時点で、あ、大丈夫だったなということは分かるんですけれども、もしね、ちょっと大変なことになっているということでしたら、微力ですけれども何らか SNS 経由でですね、大きな声を出しますので、何でもおっしゃってください。それから、何もできないな、何もできないなではなくて、まあ、小銭でも何か寄付をというふうには思っていますが、今のところです。ねいこさん、皆様こんにちは。セントラルアイランドさん、パパさん、ママさん、猫さんたちということですね。これはこんにちはの意味ですね。コキアタさん、こんにちは。リオンシーさん、こんにちは。風太郎さん、今回の大雨は被害が甚大で心が痛みます。被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。また行政の迅速な対応を望みます。マッカナさん、こんにちは。今現在ですね、その災害に対する、対応というか対処というんですかは、素早くやっているなという感はあるんですけれども、いずれやっぱり人に対してということが出てくると思うんですよね。その辺のところは、なんとかこう民間もね、力を合わせてということになるでしょうからというふうに思っています。丸かなさん、こんにちは。こんにちは。風太郎さん、昨日15時から、遊歩道に行って、遊歩道の一番手前と一番奥の猫ちゃんたち全員の無事を確認しました。よかったです。元気だったけど、みんなお腹が減っていたみたいでいっぱい食べていました。ツイッターでやっぱり今はプロ的なボランティアの方々でないとなかなか難しいので、義援金が一番ですね。私も、郵便局の窓口などでしていましたら、詐称ですが寄付したいと思っております。これ、郵便局は必ずやるんですかね。あんまり郵便局から、募金ってしたことなくて、やっぱり電話でって昔ありましたね、かインターネットでするみたいな形に、が多いんですけれども、また物資を送る際はツイッターでもありましたが、下手に物資を持って行って自衛隊の救援を邪魔、シンシンさん、皆様こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ムクムクムックさん、こんにちは。神奈川県の我が家は、おかげさまで被害なしでしたが、被災された方お見舞い申し上げます。同じ市内では川に架かる鉄橋が一部、崩壊して、現在は、本山駅と観音寺駅の間がバスで
代行運転しています。うちの息子の通う学校ではその路線を利用している子どもたちがたくさんいるので大変だと思います。長文でごめんなさい。いえいえ、情報としてですね、ありがたいです。大丈夫ね、今とかかっこつき。今日も新しい方が、数人いらっしゃったように見受けましたので、簡単なところだけ話しますね。この今、クロケンと会話をせず、カッコをつけてお話をされている方々がいらっしゃると思うんですが、これはクロケンがお願いしてこのようにしていただいています。これは何かというとですね、クロケンはこのチャットにある文章を全部読み上げるというのを、まあ、命題にしているんですけれども、それとは別に、クロケンに読まれなくてもいいという意思表示としてカッコをつけていただいています。これ何の役に立つかというと、今読んで分かるように、ここに参加されている方同士のご挨拶とか、会話とか、をするためです。これは、変な言い方ですけれども、平等を生み出すためと、クロケンは思ってこれを、やっていただいています。まあ、この話も今度ねまた、たっぷりさせていただきます。ちょっと話をね、読み上げの方に戻しますね。加納さん、高齢の猫には慢性腎不全が多いですが、症状が出る前に飼い主さんが気づくことはとても少なく、例えば膀胱炎を繰り返す、口臭が気になるということで LINE した子に見つかることが多いです。初期症状は多飲多尿で、尿が薄くなり、尿が匂わなくなったり、食べていても体重が減る、顔が小さく見えるようになる等です、とツイートしていた動物病院の方がつぶやいていました。なるほど。これ意外なところがね、顔が小さく見えるようになるなどは、あれなんか最近小さくなったね、可愛いねみたいなことではなくて、あれおかしいかなっていうふうに、なるということですから、今聞いたこの情報でクロケンも少し勉強になりました。こういうことがね、どんどん重なっていくといいと思うんですよね。里美さん、話の途中失礼しますが、はい、今日のハンモックの子は誰？これはうちのメインキャストでございます。あ、もう違うのが映ってる、うん、なんかね、もうちょっと映りがさ、ほとんど見えてなかったから、うん、そっか、最初に映っていたのはジャン君でございますが、今映っているのはカオリンというですね、今最も手こずっている、保護猫ちゃんでございます。この子がね、まだ触ると怒るんですよで、今ごまかしごまかしですね、あの伝説のブラシ、これが非常に効き目があってですね、今回、2本追加して購入しましたが、カウリン専用1本作りました。で、これだと触らせてくれます。なので、さらに今ではですね、伝説のブラシくれみたいな形で、ねだるので、開けて何度も1日 4,5 回は撫でてるかなっていうことをやっています。で、顎とかあの頭の上を伝説のブラシでなでなでするのが大好きなんですが、それをやりながらこっそり手で触る、これを、ずっと繰り返しています。手で触っているのに気がついてしまうとシャアを言ってパンチが飛んでくる、こんなような感じですね。そして、ボンショさん、初見ぞって方が、ね、いらっしゃいませこちらのチャットの、使い方ちょっとだけ癖があるので、もう一回説明します。先ほどちょっと言ったんですがね、皆さんが使っているこのちょっと特殊なカッコですね、あの普通のカッコでもいいんですよ、カッコで、囲んでいただいた文章はクロケン読み上げないという形をとっています。この、読み上げない、文章については、ここに参加している方同士が会話をするという意味で、使用されております。これ何かというとですね、常にクロケンに対してあの書き込まなければいけないというのが、どうもですね、封建社会のようで嫌なんですね。クロケン王に、お伺いを立てるなんていうことはここではしなくていいです。もうむしろクロケンがなんかあのつまんないことを喋り出したので、私たちは私たちで楽しい話しましょうっていうのがこれ平等だと思っています。あの民主主義じゃないかと思っていますので、そのように使ってください。それら以外
回の話はまた今度ね、長い話になりますんで、したいと思いますので、まずはここの使い方のねちょっと癖の部分だけ、お尻を聞きください。まるちゃんさん、伝説のブラシはどんな素材なんですか？本来はどういう使い道のものなんでしょうか？はい、ドイトというですねホームセンターに売っている、198円ぐらいですねの、竹の絵をちょっとだけ途中を曲げてある、それまあ職人技がかかってるんですね。そこにね水で浸して熱でこう曲げるみたいなことしてあると思うんですが、その先にブタ毛がそうね6センチぐらいの、ところに密集して植えてあります。これだけです。これが、何の掃除のとこに売ってた、なんか水回りとかの、でもここには工具、機械、車、つける、洗う、なんかいろいろ書いてある。そう、車の掃除用具ではなかったんですけれども、やっぱり何らかの掃除用具のとこに、あります。確かね、あの最初に買った時はパイプの、中を掃除するようなものかなと思って買ったんですけれども、これですこれがですね、この豚毛がちょうどその猫の、頭や背中をこうさするときに気持ちがいいようで、あとは、最も重要なのはこの柄が30センチぐらいあるんですけれども、端の方を持つとですね手が、猫に近づかずに済むと。で、できるだけ直に肌で、触れることを僕たちは目指すんですけれども、猫の方が嫌がる場合には、このぐらいの距離から始めるというふうな感じですね。で徐々に、持つ場所を近づけていって手を、顔に近づけるという感じですね。しずぴょんさん、ジャン君何日間、何ヶ月病院にいたんですよね。だからですかね。ああ、ジャン君はひどいんですよ。3ヶ月ぐらい病院って言ってたかな。ジャン君の話をねもう一回、復習するとですね、とにかく捕まえられない、凶暴な感じの子だったそうです。で、捕獲器をね使ってもなかなか捕まらないので、だいぶ苦労したということなんですね。で、捕まえたんですけれども、あまりにも怒ってシャーシャーとパンチを出してくるので、病院ででもですね、本来は病院の1階の受付のところに、ケージを置いて、そこで、いろんな人に合わせてですね、里親募集という形をするはずだったんですが、人前に出せないぞこれはということになります。なんといっても人を見るとシャアを言って、ケージの床をバンと叩くんですね。で、人の方が怖がっちゃうというようなことで、まあ実際そこの看護師さんもちょっと恐れてました。ご飯をあげようとするとパンチが飛んでくるとか、とてつもなく、問題児だったのですね。で、小さいケージに、入った状態、まあ、病気の子が入るようなやつだと思うんですが、入った状態で、1階ではなく2階とか3階には、部屋があって、そこの場所で、ご飯だけをいただいているという状態がほぼ3ヶ月ぐらい続いたそうです。で、やっとなんかちょっと触れるようになってきたねということで1階に連れてきて、皆さんにお披露目をしたと、その途端に黒犬とマオイがちょうど、そこに訪れたわけですね。で、あまりにも、急に私たち飼いたいですみたいなことを言い出したので、最初は、もう見た目が美しかったのでですね、そういうことに釣られている、まあ、ミーハーな人たちだというように、まあ、思って実際に会う時に警戒をしたそうですが、実は前々から顔見知りでですね、22歳まで生きたチョキという子がいるんですけれども、その子を、病院に、頻繁に連れて行っている時に、顔を合わせていたということで、ああ、あのチョキちゃんの飼い主さんだったんだねということで、だったらいいんじゃないかとトントン拍子に、家に来ることになりました。
うちに来てからの話は動画でご覧ください。動画に番宣しちゃったって言いましたので、いいかもしれないですね。変な思い出話に渡しちゃったし、ワンコはちょっと難しいかも。どうだろうね、ワンちゃんは危険がないんですよ、体に悪くない。こうふとふとっとしてるところをそーっと左に入れて、そーっと乗っていって見てもらって、そーっと帰ってきて、あ、なんかあったのって目が覚める。こんなのいいな。加納さん、防音室は診察室で怖がって泣き叫ぶ、あ、猫ちゃんやワンちゃんの声を聞かせない工夫、これも大事ですね。タッチリッコさん、こんにちは。西日本の皆様にお伝え申し上げます。今日は風さんが入ってご挨拶ができませんでした。放送です。ロケンさんが言われている伝説のブラシですが、私の目的は業務用ボンドを塗る用にあるもので使い捨てになります。あ、なるほど。言いましたが、今は密売なんですか。へぇー、アマゾンのお値段はてなんですね。でもちょっと違うものかもしれないですけど、なんかね、特殊な、高級な木が付いてるのがあるのかもしれないけど、こういうね、力、筋力を使っているわけではないので、その重さを入れる部分では、かなり機械任せになるなと思います。なのでその代わりは慣れてる人、運動神経のいい人にとっては小気味よく走ってくれるだと思います。ただ、うちのマオイママさんの場合はですね、どちらかというと踏んだら踏んだだけ前に進む、踏んだけども力は入れなくていいんだ、回転確認するねっていうのでスムーズに出てくれるという意味で、ヤマハに行きました。はい、はい、いいですよ、どうぞ。お、お家にこぼれちゃった。あ、今日カーペット取り替えようと思って忘れてた。明日取り替えよう、猫をちょっと。お、何かわいいカーリン。そっちにさ、出して食べるからさ、汚れるんだよ、かおちゃん。だからカーペット取り替えようかなって思ったんだけど、かおちゃん、かおちゃんが汚いとこで食べるの嫌だからさ、きれいきれいにしようね、あしたね。じゃあ、くる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 、はい、どうぞ。なんでそっち持ってくん？